世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。課題であるダブルスが取れずに、なかなかこういい流れに持っていけなくて、負けてしまったという印象です。木下リエルが所属の選手が少なくて、いろいろなチーム選手に協力いただいてチーム編成をしているっていうのもあって、やはりダブルスの練習量が少なかったり、実践経験が少ないっていう、ちょっと難しい部分はあると思ってます。ただシーズンの中盤か終盤に差し掛かるぐらいまでに2つ3つ相性のいいペアを探して戦えるようにしていきたいなと考えてます。今いろいろ試している段階です。はい、まだやっぱり状態はまだまだなんだと思います。あと、同じカットマン、すみません、昨日と同じカットマンとの対戦ではあったんですけども、カットマンといってもタイプが全然違うタイプでしたし、おそらく橋本選手もすごく最近成長していて、攻撃の精度も高まってますし、連続性もすごく出てきていますので、今日に関しては橋本選手が素晴らしい試合だったんじゃないかなと感じています。